真が大きく出ていますが、昨日のスポーツ報知です。ジャニーズ事務所所属のタレント内博樹さんが東京有楽町のシアタークリエでライブをスタートさせました。これは女優森光子さんの舞台放浪記の代わりに行われた公演で、体力の不安を理由に公演を中止した森さんに代わりまして、先月ここシアタークリエでミュージカルに主演していた内さんが今回企画構成に初めて挑戦したんですね。森さんから差し入れされたというお赤飯を食べてパワーをつけたという内さん、プレッシャーを感じないように僕らなりにやり抜きたい、スタッフもみんなもバタバタしていますが開き直っていますと語り、16曲を熱唱しました。ミュージカルとライブね、連投という内さんですけれどもね、気合が入ったライブを見せてくれています。ジャニーズの人気アイドル内博樹さんが東京有楽町にあるシアタークリエでライブをスタートしました。実はこのシアタークリエ、5月から森光子さん主演の舞台放浪記が行われる予定だったんですが、森さんの体調を考慮し中止になりました。その代わりに公演を行うことになった内さん、その内さんに森さんからお赤飯の差し入れがあり、花束も贈られたそうです。まあ、僕たちが怪我さないというか、森さんの名前を怪我さないよう素晴らしいショーにしたいなと思っております。